清らかな自然の中で命は輝きます。しかし時に命は輝きを失うこともあります。それを汚れと表現してきました。黄泉の国でイザナギの御事は汚れに触れてしまったのです。そしてつくしのひむかの橘のおどの淡木原でみそぎをし汚れを払いました。すると命は輝きを取り戻しただけでなく、そこから尊い神々が誕生しました。日本人は常に身や心の汚れを払い清らかに生きることを大切にしてきたのです。